皆さんこんにちは、爆風ゲームでございます。今回は動画の方をやっていきたいと思います。ということで今回はですね、もう皆さんご存知の方も多いかなと、12月2日にパリで2019年のバロンドールの受賞式典が開催されました。そしてバロンドールを受賞したのがもう画面にもいるですね、リオネル・メッシ選手で、もうメッシ自分の世界で一番好きな選手でもあるんですけども、メッシ選手が4年ぶり6度目の受賞ということで、6度目はやばいね。今までリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドともに5回ですね、受賞していたと。そこをですね、1回まで6回になったので、単独トップにバロンドール受賞し躍り出ると。ちなみに1位はね、もちろんメッシなんですけど、2位がファンダイクということでね、ディフェンスの選手が久々にバロンドール受賞するんじゃないかと言われてたんですけども、最終的にはメッシがヨーロッパの年間最優秀選手に輝くということで、もはや人間のレベルを超えてますよね。はい、ということで今回ですね、そんなメッシ選手にスポットを当てた動画になります。でもウィールアプリはもちろん、ウィニングレブンの今までのシリーズですね、 PS4 を含めてアプリ、まあ、2002年、2018、2019、2020とね、ここでね、いろんなゴール、やっぱりメッシ選手一番もうリオネルメッシ、神の子メッシってね、使ってきて、えぐいくらいね、現実世界はもちろんウィニングレブン活躍してくれたんで、今回バロンドール受賞6度目のね、記念という感じで、ちょっとメッシ選手集みたいな、ぐっとまとめたのでね、ぜひ、皆さんね、こちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。もうメッシゴール、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 メッシ、メッシ、メッシみたいな感じだったんですけど、もう本当にこの選手も生きる伝説というか、でも見てて楽しいですもんね。ワクワクするボール持ったら、で年齢もどんどん重ねてもね、プレーの質がほとんど落ちないっていうね。これからの、ね、メッシへも、リオネル・メッシへ、メッシ選手期待なんですけど、ぜひですね、このゴール良かったとこあればね、コメント欄ガンガンよろしくお願いします。これからも本当にもうメッシー、メッシー、メッシーで使っていくんでね、ドリブル突破のとこやっぱシュートも上手いっていうね、本当にこれからこんな選手も出てこないんじゃないかってレベル選手だと思うんでね、今回はこの辺で終わって、また次回動画の方やっていきたいと思いますので、今回は皆さんご視聴いただきありがとうございました。本当にメッシ選手、バロンドール6度目受賞おめでとうございます。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピーポー。